食で心と体を整える専門家、加藤志乃です。体温を上げると免疫力がアップすると言われていますね。実際体温が上がることで、一度上がると免疫力が 30% アップするとか、代謝が 12% も上がるなどと言われています。体温がね、本当に暖かいということはとても大事なことで、私たちの体というのは暖かいからこそ働いている、臓器がねちゃんと働くということがあるので、こう風邪の予防とかね、感染症予防などに対しても体温を上げておくということはとても大事なことになるんですけども、その体温を上げるということをする前にちょっと注意してやっていただきたいことがあるんですよね。それは血を作っておくということです。血というのは私たちの体の中の潤いなんですけども、この潤いがあることで体はちゃんと機能をしているんですよね。その潤いが、寝不足とかストレスとかちょっとこう消耗したところで血が不足してしまうと、体の中が乾燥状態、砂漠化状態になってしまうので、その、免疫力アップさせようとして、乾いた体の中に、ちょっと体温を、上げるために乾燥した生姜を毎日食べようとか、スパイス類でカレーでいっぱい取り入れようとかっていうことをちょっとやってしまうと、乾燥した砂漠の中で焚き火をしているような感じになってしまうので、体は温まるんですけども、ちょっとこう乾燥も進んでしまって炎症の方に持っていく場合があるんですよね。で、乾燥が進むと、それはそれで乾燥性の便秘になったりですとか、皮膚が乾いてかゆみが出たりとか、喉も乾燥して痛くなるなどという症状が現れたりもするんですね。ですので免疫力を上げようと思って温かい食べ物をこう積極的に取り入れようとする前に、まずはご自身の体にちゃんと血があるかどうかということを見てほしいんですよね。血が足りない場合はですね、不安になりやすかったり、寝つきが悪かったり、もちろん寒気を感じやすいとかっていうこともあったり、疲れやすかったりということもありますので、そういったちょっとサインをね、見逃さないようにして、まず血が足りてないなというふうに思う方がね、多いかと思うんですけども、血を作る食べ物をね、積極的に食事に取り入れるようにすることをおすすめします。血を作る食べ物としては、人参、ほうれん草、ぶどう、ライチ、落花生、イカ、タコなどがありますので、少しずつ何か毎日の食事に取り入れて血を不足させないようにするということをやってみるといいと思います。